こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。筋繊維萎縮のお話です。骨格筋の大きな特徴は活動量によって筋肉の量を変化させることができるということです。ボディービルなどで筋肉は増大しますし、逆に寝たきりの状態では筋肉の低下を伴う筋肉量は低下します。その原因は筋肉の萎縮です。例えば、足の筋肉の萎縮が起こるとき、どの筋肉が萎縮しているかを調べると、側筋の腓腹筋、足底筋などより、恥筋のヒラメ筋に萎縮が起こっています。不活動から1週間が最も萎縮が進み、それ以後は萎縮率は徐々に低下していきます。このような萎縮を筋繊維レベルの形態変化から見ると、不活動の筋繊維は中央部に穴の開いたような虫食いの状態の筋繊維になっています。この部分では酸からアルカリまで全ての範囲でミオシンの活性が悪くなっています。さらに結合組織や脂肪成分、そして水分浮遊量、特に細胞外水分浮遊量が増加しています。外見的に筋繊維の萎縮が見えない場合でも、触るとブヨブヨした筋肉ではまさに正常な筋よりもこのような成分が筋繊維の中に広がっているのです。